ほら。おい。ただ乗ってきただけ。なんか。え？くつろいでる。え？オッケー、よっしゃ、行こうか、行こう、今日いっぱい歩くから靴だけ履き替えていい？ああ、うん、急ぐからね。うん、返してくれ。もうはい、ということで今日はバイオパークにやってきました。はい、ここはですね、うん、動物がいっぱい触れるって噂の、うん、動物園でございます。ウハウハやな。ウハウハガッポガッポ違うルンルンなんやちょっとわからんけどハーレムやで、きっと。とりあえず動物触れるっていうのはな、うん、嬉しいやん。はい、行こう行こう行こう。もうなんやな、さっさと行こう。何喋ろうと思ってた。何サッコおるよ、ラマさん。ちょっと怖いな、この子。あれやろ、なんかかけてくるやろ。うん、あ、でもえ、でもなんか穏やかそうじゃない？怒ってなさそう。じゃあ行ってきます。あ、怖い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 。うん、ここに着いてから、うん、券売機もあるし、その何、うん、カウンター、お姉さんから直接買うこともできるけど、私たちは前もってお得意の遊び湯で買ってきました。そうね、うん、まあ今日たまたま空いてたからあれやけど、うんうん、混んでる時とかはさ、うん、並ばんと入れるんじゃないかっていう、うん、あれでいつもそれで買うようにしてんねんけど、うんうん、便利やんな。便利便利。あの初回登録 10% オフに絶対になるし。ああ、そういうクーポンもあるしな。はい、遊びさん何かください。え？そういうあれやったんや。お得情報とかじゃなかったんや。テレビよく見るやん。はい、チーズゲットです。はい、入り口にね、うん、英語のやつもあったよ。英語のやつもあった、うん、どんな感じちょっと見せて。はい、今私たちはここです。ほうほう、こう順路書いてるな。こう一方通行っていうわけではないんかな、分からんけど。順路書いてくれたらあれやね、無駄なくというか、こう行ったり来たりせんでいいから助かるね。うん、そしてなんかこれ何、動物クラブなり、正解者の中から抽選で毎月10名様に素敵な商品のペアチケット。うー欲しい。これあれやな、終わる頃には絶対に答えれるっていうやつやな、多分。あ、そういうことな、見て回れば。オッケー、応募しよう。はい、行きます。いいね、テンション高いね。ウハウハやで。ウハウハ、なにこれ、なんか足跡あるよ。誰の足跡って書いてある。あ、そういうこと、うん、これはでっかすぎやろ。誰やと思う？これはさ、本分かるよ。何？カバや。動物博士なんか。はい、正解。フラワードーム。はい。なんかナマケモノがおるらしいねんけど。うん。まあまあの確率で。どういうこと？このドーム内にナマケモノが人気放し飼いされてるらしいんだけど。うん。でも自由に生きていけるから、うん、キノコ蔵とかなんかそういうところにおったら、うん、見つけられへん。あ、そういうことね。見つけたらめっちゃラッキーやんね。これが怠け者ですってなってるわけではないってことな。そうそうそう。じゃあタックの頭上にいきなりおるかもしれんってこと。そういうことや。すげえ、これ見つけられへん。確かに。
ジャングルやん。見つけたい、めっちゃ見つけたい。見つけたいな、ちょっと探そうぜ、真剣に。ね、向こうにあの寝床あるんですが、寝床にいない。私もいないです。はい。お姉さん、今日怠け者いましたか？怠け者でした。怠け者が向こうのところにいたんですよ。本当ですか？あ、そうね、ちょっとびっくりした。うわー、なんか可愛いような気持ち悪い。おった、多分、え、思ってるより大きいかもしれん。大きいやろ、そら。え、めっちゃやで。あ、そうなの。違うかな、ちょっと来て。絶対わからん。このこのこのお腹の白いのがこのあんなとこにいたらわからんな。ただのなんか綺麗やっこについてんなみたいな。わからへん。見てるよね。見てるよね。ほらほら、待ってる待ってる。あ、タク来た。タク来たよ。タク。待って待って待って。ちょっと待ってね。あー、めっちゃ気持ちいいんだよ。かわいすぎる。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。そうそう、1個ずつよね。いやー、え、来た。ちょっと待って、くそ。狙ってる、狙ってる。ちょっと待って。いた。痛い痛い痛い。どこ行った、なんで。どうしたん、どうしたん。見えないですけど、やっぱ夜はイノシシがいたりとか、あー、なるほど、ハグマがいたりとか、そういう怖いなんですね。だいぶグレーテルが来てて、15歳ぐらいになって、それぐらいけれど、出ました。返したらいいか。あ、それ見ないとわからんねん。全部で子供用のそうなんですけど、めっちゃかわいいね。ほら、かわいいじゃん。あれあれめっちゃかわいいやん。えい、それなりに思ったやろ。すごい、かわいすぎる。あ、なんでなんで折り方はい、なんですか、なんですかって。ミラのミンゴがミコの上を歩いている。ややこしいな、なんかようわからんけど行きましょう。伝わりにくく伝えていくわ。これなんかすごいね、なんかお店の前とかにあるオブジェみたいな。確かに本物ね。え、本物だよね。ちょっと待って、フラミンゴこんなに寄ってくることある？たっくん。来たよ、たっくんのとこにもう一匹来たよ。お、あ、痛そう痛そう、めっちゃ痛そう。何も持ってない。何も持ってない。めちゃめちゃフラミンゴ。羽持って帰っていいかな。何するの、イヤリング作るの。
いやほんまや、めっちゃ綺麗。ほらめっちゃ綺麗。すごいこれ。見して、めっちゃ綺麗。ほらよく映画で見るやん。そうやな、ペンな。すごい、ありがとうございます。健常物です。いいですね、静まりましたね。あの子めっちゃ足長い、見て。え、ほんまや。背でかっ。この辺にミーアキャットが放し飼いしてるっていう噂やで。マジ、うん、脱走してるとかじゃなくて。あ、どうやろう、脱走してんのかな、立ち姿めっちゃ可愛いねんけど。見た、ほら、ヤッホー、ヤッホー、見てるわ。あ、可愛い、ミーアキャットほんま可愛いわ。ランチタイムです。僕はヘイタです。スイタとヘッタが混ざっちゃった。それな、今日それ続けてくれねんな、よう分からんやつ。で、今日はたっくんが朝から作ってくれた卵サンドです。ありがとう。どういたしまして。うるさいな、なに歩いてきた、それがめっちゃヤンキーやん。どけどけ、すごい、これ見えへんな、鳥が更新してます。何のご飯食べよ、行くぞ。ごめんね、かわいい、見た、もうちょいした、もうちょいした。意地悪をするな。たわし、え、たわし、たわし、まあ見た目もちょっとたわしみたいな感じやもん。かわいいよね、たわしはそうです。うん、硬いよ。そうだよね、硬い。落とせ、落とせる、落とせ。見てるやつや、実際に顔がかわいいもん。ちょれ、ちょれ、ちょれ、てーか。私もあげたい、もうちょっと、あ、やっと会えたね。あ、かわいい、かわいすぎる、かわいい。ほら、餌出したの分かってるわ、みんなめっちゃ見てる。ほらほらほら、あれが欲しいか。悪いな、みんな餌やで、おいでおいで、誰にしよっかな。一番可愛い子にあげようかな。みんなお手、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 みんなお手すんねんで。みなさん、誰かな、誰に行くかな。その中にありますよ。あ、あ、あったあったあった。あ、かわいい。もうええわ、誰もくれないねんな、諦めモードも、うん、誰もじゃもらえもん、君だけや、かわいいもんね。おー、大きいね。当たり前けど大きいね、うん、ま、キリンとかゾウってマジでかいもんな、うん、めっちゃ、めっちゃ、え、ほんまや、赤ちゃんやん。キリンの赤ちゃんとかおるん、おるわな。初めて見たな。なあ。めっちゃかわいい。すごい。あ、行っちゃったわ。ちっちゃー。ちっちゃくて大きいじゃん。でもみーちゃんと比べてこんな感じやで。確かにキリンやのにな。キリンやで。なあ。めっちゃみーちゃん見てるやん。え、なになになに、かわいい、
めっちゃ反応してる。ルンルンですね。あ、違う、ウハウハですね。よろしい。ふふふ。そうなんですけど。おー、左下に、ね、おもう。でもなんかあっちの奥、木揺れてるよ。マジや。揺れてる。うわ、そこにもおる。マジ？やば、荷物気付けて大丈夫なんか。わからん。携帯持っていかない。あ、ほんまや、おる。出た直後やん。やっほー。お猿さんはこれね、ミルワームとレーズンを食べるらしい。ミルワーム気持ち悪い。餌あるよ。お兄ちゃんレーズン持ってるよ。あ、気づいたんじゃない？気づいたよ。お、気づいた気づいた。あ、戦ってる。俺が行くで。あ、かわいい。かわいいですね。はい。うん？あ、かわいい。どこ行くん？どこ行くん？こっちおいで。私の方においでよ、ほら。どこ向いてんの？ほらほら。あれ？ジャンプできるんかな、それぐらいやったら。あ、どこ、どうしようどうしようってめっちゃ考えてる。かわいい。どうすんの、なあ、どうすんの。あ、なんか取った、なんか取って食べた。え、かわいい。どうも猿使いです。あ、降りた。どっちから行くのね。え、かわいい。かわいすぎる。やらせないけど。みんな持ってきてくれ。レーズンだよ。あれ？レーズンだよ。ほら持ってるよ。あー、かわいい。え？まだあるかな？嬉しい？もうないの？カプセル出してごらん、タクヤ。かわいい。ないんだよ。かわいいね。ほんまにかわいい、タクくん。邪魔するんじゃねえよ。近づかれたら警戒するもん。なあ。そんな感じでもない。ほんまや。え？え？さっきレーズンつまんでたから匂いする。あ、そうかもね。なんか持ってんの？もう手つかまれるのが気持ちいいわ。ここで問題です。デレン。何匹のお猿さんがいるでしょうか。三匹。はい。3。あれ、本人も正解分かってないな。5匹。さて、どれでしょうか。正解は3匹でした。ただ乗ってきただけ。なんか、え？くつろいでる。
え？どうしたん？なあ。どう？え？かわいい。え？どこで書いてるの？あれ？あれ？何してるの？レーズンいらんの？思ってるのと違う動きやった。レーズンいらんの？おいおいおい、どうかあった。まさかのただ乗ってきただけ。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやん。可愛いかよな。餌関係ないやん。見たか。これが私の実力や。可愛い。来ようとしてる。ねえ見て、カメラこっちやで、ほらこっちこっち。あー可愛いね。何？めっちゃ喋るじゃん。何してんの？カメ食ってんの？スリスリスリって。めっちゃ中でめちゃめちゃ出てる。なんで？なんでこんなところにおんの？いきなりすぎてびっくりした。あれ一緒じゃないの？違う違う。頑張れ。いや見たら来るはず。あーかわいいね。え、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。そこで食べるん。よいしょ。ありがとうございます。ワード出ますからね。はい、もう吹かれるかと。寝てる？いや俺は寝てないな。いや寝てるよ、絶対寝てるよ。やってくれ。なんか動いてるよね、あれ絶対に。うん、おー、こちらに。お母さんも足立てほしい。うん。ポケットの中に赤ちゃんいるの？めっちゃかっこいい。あ、なんか近寄ってきた。あ、あ、カメムシ、と、トンのめっちゃ下手。え？はい、やばい、やばい顔してんで。めっちゃ目合ってたよね。めっちゃツバ吐きそうな顔してる。やばいよね。はい、ってことで。怖い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 。音が聞こえる。ってことで、バイアパンチ。何時間？今4時、時計なんやろ。5時間ぐらい。5時間ぐらいおった、うん、おった、おったね。すごいね。ちょっと私らの場合結構長居したく、あの猿と触れ合いすぎちゃったけど、そうね、普通の人でも絶対3時間4時間はかかると思う。そうね、うん、うん、楽しかった。楽しかった、癒されまくったね。また来たいし、うん、近かったらほんまに年パス欲しい。年パス欲しいよな、うん、もうなんか猿とかちょっと友達になりたいもん、うん、何回も来てたらな、あ、うん、なあ、うん、ほんまに口笛とかとか言ってみたい。そう、お姉さんのマネよ。ね、ってことで、はい、お風呂行こうか。お風呂行きましょう。はい、ほんまによかった。マジ楽しかったわ。じゃじゃーん。かわいいわ。何買ったん？ん？何？200円で。かきちゃん。うぃー。かきマスターや。食べましょう、こよい。イエーイ。ちょっと今、今手離され。ピーチ杖を。美味しそう。うん。
しいよ。やばっ。いい感じやな。じゃんじゃん。はい。一個10円の牡蠣。小ぶりやけどね。美味しいよ絶対。ポン酢とレモンと柚子胡椒で食べよう。いただきまーす。絶対焼けた。なあ。疲れたと思う。体洗ったタオル茶色になるやつや。ほんまになりそう。